千鳥ヶ淵の桜千鳥ヶ淵は、皇居の北西側にあるお堀である。千鳥ヶ淵は、江戸開封後の江戸城拡張の際、極沢川と呼ばれていた川を、半蔵門と田安門の土橋でせき止めて作られたお堀である。大館町通りを境に接する半蔵門とは、かつてつながっていたが、1900年に道路建設のため埋め立てられ別々のお堀となった。 肝蔵号には千鳥ヶ淵公園が隣接している。千鳥ヶ淵付近は桜の名所として有名であり、桜の季節になると多くの人で賑わう。開花期間中、千鳥ヶ淵沿いの千鳥ヶ淵緑道では夜になると桜のライトアップが行われる。また、千鳥ヶ淵緑道内にはボート場が設けられていて、お堀でボートを楽しむことができる。 桜など陸上植物の他にも、水中や水辺には水草、魚類、貝類、平家ボタルやトンボといった、昆虫、オシドリなどの水鳥と、東京都心部では珍しく多様な生物が見られる。管理する環境省が景観と、生物多様性、歴史性を保全するための、地鳥がふ環境再生プランを進めている。 千鳥が淵緑道を挟んだ先には1959年、千鳥が淵戦没者墓苑が作られ、第二次世界大戦の折に、海外で死亡した身元不明の日本人の遺骨が安置されている。ありがとうございます。